文化学園大学は東京都渋谷区代々木さんの22の一に本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された。大学の略称は文化学園大、文大、文化。併設校に文化学園大学短期大学部がある。ファッション分野が中心の大学。日本の大学の中では最初にインテリア分野についての学科を創設した。 男女共学化されてまだ浅いため、男子学生の割合は低い。放送大学学園と単位互換協定を結んでおり、放送大学で取得した単位を卒業に要する単位として認定することができる。同じ敷地内には、文化服装学院、文化外国語専門学校がある。西門古平キャンパス現代文化学部、国際文化研究科を設置。 2015年新都心キャンパスに移転文化、学園図書館文化学園、遠藤記念館文化学園大学の学園祭は文化祭の名称で行われ、毎年11月上旬の3日間、新都心キャンパスで短期大学部、文化服装学院と合同で行う。2010年に第60回を迎えたファッションショーが開かれる。小平キャンパスが存在していた時期は、 新都心キャンパスの文化祭とは別にでは6月に、ケヤキ祭りという1日だけの小さな学園祭を開催していた。大学側は、小平キャンパスを挙げてのビッグイベントと銘打っており、こちらでもファッションショーを実施していた。新都心キャンパス文化学園大学杉並中、高等学校以下の付属学校を持つ。ありがとうございます。